え皆さんこんこにちは、えっと。名古屋産業大学の、えっと、瀬川です、えっと。ライブ配信で開始されてますでしょうか、えっと、授業が3次元のが終わって、いろいろと出血の <laughs> 状況などを入力しなきゃいけませんので、それでまあ終わりまして、ほっとして。 えーまあ、主に事業に関連することなんですが、えー、っと全くテーマが異なりますと、ね、頭が切り替わらないものですから、まあ、ウクライナ戦争の、えー、っと8位になりますか、えー、っと間違っていたらあの字幕で訂正しますが資源,資源争奪戦争としての、まあ、ウクライナ戦争ということで1回目をやりました。えー、ちょっととやり残しているるころがあるので補足 しますがえっとこの間、1779年からですから、ウクライナのえっとかなり長期的な統計があるんですね、2015年まで、1979年から、電源構成を大雑把に記録してあります、何パーセントになるかわからないんですが、やっぱりで原子力が基幹原力として、 そうですね30、30%ぐらいの割合なんでしょうか、ずっと横ばいで若干上がっている推移をたどっております、これはウクライナは原子力大国ということで、チェルノブイリ原発が崩れたのは、もうこの1979年の前でしたか、後でしたかね、ちょっとその辺、定かではないんですが。 機関電力としての原子力をまあじわじわと上げている一方、火力発電所がやりグッとこうピ、えーえー、っと、ウエイトを上げているわけですね。ところが、まあ、先回申し上げたように、この火力発電所のウエイトが下がっているわけです。えー、これはまあテラワット 等当で推移を示しているんじゃないかと思って下がっておりますどういうことだということ。これは EU の電力網へ接続して EU にお金払って買ってるということでまあ、ほぼ間違いないと思うんですね、えー、っとこの戦争が始まる前に急遽ウクライナはロシアからの電源を切って EU に接続してそこから電気を買うということをもう最終的にまあ腹を決めたようですここなんですね 戦争のポイントというのが、まあ、これに腹を立てたんじゃないかと、まあ、私、一の前回の、えー、とビデオで申し上げましたが、その辺んはまあ定かではないわけです。まあ、電源の面で完全にこれ EU の傘下に入るわけで、それは腹が立ちますよね。はいえー、ということで。あのーまあ、このの 電源構成、エネルギーの問題というのはほとんどマスコミ、マスメディアが取り上げていないんですが、えっとちょっと今日はあの ANN の、えー、テレビ見てましたら、えっとこれはあの、まあ、活字にもなってるわけですが、6月の14日ですね、はい、えー、おそらく皆さんご覧になっていると思うんですが、ANN が、まあ、ビデオとともに、えー テレ朝ニュースで報じたことです、えー、これ、見てましたけど、な,なんだこれ <laughs>、ということで済ましたんですが、えー、このロシアによるウクライナ侵攻というのは、これは明らかにエネルギー、資源、人的資源、人的資源というと聞こえがいいんですが、要するにつか捕まえたものを連れて行って働かせるということで、はいあのー、太平洋戦争の日本がやった通りだということで、前回申し上げましたが、 えー、その中の資源、えー、小麦ですね、これについて、まあ、驚くべき報道がなされているわけです、えー。ロシアによるウクライナ産小麦の略奪疑惑、これは、まあ、ウクライナはあの、えー、オデッサの倉庫に、もう小麦があの山積みになって輸出できなくて困っていると、陸路を探しているという話はよく出てくるんですが、えっと、ウクライナ産小麦をどうも、 ロシアが略奪してるんじゃないかという疑惑を報じてます、まあ、この少なくとも10万トンが略奪されてシリアに、ね、密輸された可能性があるということが ANN の取材で分かったということです、えー、これに対してウクライナ政府はロシアがこれまでにもう50万トンの小麦を略奪していると主張しておりまして、まあ、その10万トンがまた明らかになったということでしょうか。はい。 でまあ、ロシアはこの10万トン前後の小麦をですねどうも3隻の貨物船を使ってシリアに繰り返し密輸していたと見られるということで、まあ、取材で明らかになったということです。まあ、これ、レバノン当局の協力も得たということで、えーっとえー、レバノンにあるウクライナ大使館筋の情報のようですがねこの貨物船は。 ロシア戦績でしょうか、レバノン戦績でしょうか、まあ、いずれにしてもこの不正輸出を試みたということのようです、でウクライナ側の事態の警告、事前の警告で、まあ、実現はしなかったというんですね、ですから、まああのーまあ、実現しなかったということで、どうしたんでしょうねかえ、帰ったんでしょうか。えー、じゃなくて、あのー、実現しなかったと。 はい、いうことなんですが、行き先をシリアに変更したということ、ちょ,ちょっとどうもよくわからないんですがえ、このことを神戸大学のえ若,林若林先生が、これはシリアに向かうはずの船の、えー、海の水に浸かっている深さの変化がわかるんで、それは貨物の積み下ろしがそれによってわかると、で、どうなったのか <laughs> おっしゃってないんですが、えー、っと、あのー、 まあ水に浸かっている深さの変化で1万5000トンから2万トンの貨物を載せたというようだと <laughs> いうことで、水に浸かっているその,のデータを得たんですかね、逆の場合は下ろしたとこう分かるんで、証拠はあるぞと、こういうことじゃないでしょうか、ちょっとこれ、はっきりしないんですが、どうも。 略奪しといてシリアに売りさばこうとした、ば、え、れ、ー、た、で、なんかまたやった <laughs> というような疑惑があるわけです。これは、まあ、あの太平洋戦争の時の大東亜共栄の中で日本が、えー、南方資源を求めて、えーっと、暴力的に南下していって、自給体制ですね、はい、現地での最初は日本国の自給体制のために。 えー、農産物を略奪してくる、まあ、ただ同然で買ってくるといいますかね、略奪してくる、えーでえー、だんだんと戦況が悪くなってくると、進出先の自給体制に、えー、地元の農産物をもう半ば略奪状態で取ってくるというようなことだったようですが、似てますねということですね、必ずこういうことをやるということです。はい、ですから まあ、ロシアのウクライナ侵攻というのは、まあ、あの軍事演習だと言ってますが、まあ、仮にそれを100歩譲ったとしても、えー、それが戦闘状態になるに従って、この小麦を密輸して、銭を設けてなんとかっていうのは、そういうレベルへ、どうも低いレベルへですね、話が移行しているということを、えー、一体どう考えるかということですね、これ、泥棒ですから、戦争犯罪で。えー 処罰しなきゃいけないんですが、ではどうするっいう話までにはまだなっておりませんので、えー、まあ授業でこのことを申しましたら、まあ、まあ学生がへーってううな顔してまあ聞いているわけで、えー、やっぱり若い人にもね、こういうことをどんどん伝えていかなきゃいけないなと思ったところです、<laughs> ANN というのはいい記事を流してくれました、事、まあの真偽は定かではないわけですけれどもね。 これがあの補足ということで、ウクライナ危機の資源略奪戦争としての、まあ、戦争ということで、えー、エネルギー資源だけではなくて、農産物というね、まあ貴,重にまあ、貴重な人間が生きていくために欠かせない食料まで略奪して、まあ、金に変えようとしているというのは、これを一体どういうふうに説明したらいいのかと。はい えー、いう問題点があるということをきょお,お伝えして、えー、この資源略奪戦争というのは、まだまだ突っ込んで、特に、えー、っと人道回廊からの解放ということで、だいぶ10万人とかを連れて行って、行方不明になってますよね、はい、この問題を十分に明らかにしていかないと。 いい、えー、いけないという課題が残っている、まあ、これはあの戦時中はなかなかそういう調査ができないので、まあ、いずれまあ平和が来るというか事態が落ち着いたらとにかくいろんな事実が出てこようと思うんですね。はい、その時にまあそういう研究やればいいという話ではなくてねこれは本当にこのロシアの戦争犯罪の全体像を明らかにするために、うん、必要だということとまた長期にわたる 経済制裁のあり方にも関係してくる問題で、非常に重要な問題,問題だということを強調しておきたいと思います。はい、えー、以上で、えーはい、終わります。